So I'm looking for the something like the cover ring, the outside the building. Yes, aisle 21. For, 21? So like a cover for the not freezing. Yep. Oh. You and 5 million other people. Five. Plastic covers are here and your pipe covers are there. This one. Okay. Thank you very much. You're welcome. なるほどね。これ発泡スチロールなんだ。安いんじゃない？これいいんじゃない？何個あんの？2つ。2つあるから。うん、でもどうやってカバーさ、これでどうやってつけるの？これもうポッてやるだけでしょ、これ。そしたらくっつくの？どういうこと？じゃあこれ蛇口にさ、これ引っ掛けるだけでしょ？あ、こういうこと？あ、こんだけや。ネズミ通るやつじゃない、これ。ラットトラップ。久しぶりに見た、こんなの。So far so good. So just looking for like interesting things like rat catcher. Do you have the problem? No, no, no problem, no problem. Oh, okay. Yeah, so just it's first time for me to come this store. So that's why I find something interesting like. Oh yeah, there's lots of interesting stuff. Yeah, lots of things. Yeah, anybody told me a woman and my age would be working in the manager of a hardware store, I would have laughed at you many years ago. I never thought I'd be doing this, but here I am. Yeah, no, we have fun here. We enjoy it. Yeah, so, enjoy it. Yeah, yeah. Yeah, always come and visit us if you ever have any questions, okay? Great. Okay. Thank you very much. You're welcome. もうサンタの帽子も売ってる。もうでももうあれ終わったもん。あ、鳥の餌ここに売ってるんだ。じゃあ家にあるじゃん、あの、あ、カゴみたいな。何この子の餌まで。あ、リスの餌なのこれ。すごいね。パパが欲しいさ、クリスマスギフトあるじゃんこれ。これカリッと焼けるさ、あのピザオーブン。これ何バーベキューの上に乗せるの？違う、これはこれだけで。これだけ。うん。ガスつなげるだけ。そう、ガスつなげるだけで、そのすごい高温で焼けるのこれ。一分でいいみたいなさ。すぐ焼けるやつ。うん、でもね高いの。このメーカーのやつがねいいんだって。あ、何ポップコーンのこれ何？あ、作るやつなんだこれ。いろんな、なんかいろんな味、いろんなスコーンがある。へえ、味がいろいろ違うんだね。もうクリスマスシーズン真っ只中や。もう春にも終わったから飾りたい。あるねこれ、木支えるやつね。10時になってさ、すぐに出てくる人おるやんね。もうなんでなん、もう10時前から空いとるってことで10時。あ、栗。あ、栗。あんた栗好きだよね。もうなくなるもん。2つ2つも買うの？じゃあ買っとく。だって賞味期限は3年ぐらい持つんでしょ。2024年。2年持つ。あんた栗好きだね、ほんと。リオナちゃんも食べとったけどな。うん、うん、いか、はい。急におらんくなったら何しとったの？なにこれ、リオナちゃんの、リオナちゃんのやん。これさ、$19。なにこれ、ドレスがさ、赤と青。めっちゃ可愛くない？なにこれ。緑もない。緑もあるやん。紫が一番人気かな。紫がほら、もうこんだけしかない。ああ在庫が。これ何、ね、どういう時に着るのこれ。やっぱパーティー、パーティー行くんだな、みんな。でね、私は一番白が好きだけどね。パーティーさ、行かないよね。いや、めっちゃ可愛いよね。パーティー行かないよね。急に消えたと思ったら、こんなの見とったな。かわいい。グラデーションがすごいかわいい。それが一番なんかさ、クリスマスにさ、ああ会うことも。だクリスマス用なんだね。うん、いいの。これが20ドル？いらないでしょ、だって。もう可愛いプリンセスあるからさ、リオナちゃん。20ドル高いんだよね。まあしょうがない。あ、こっちはあのちっちゃいやつは、あ、パークランドのでいいんじゃない。あ、パークランドのでいいんじゃない。いいやん、もうパークランドでいいやん。こっち見たことなかったんだけど、初めて見た。前あ、なんかなかった気がする。十分やん、ちょっと安いよ。パークランドでいいやん。はいはい、48パックあるやん、こうこれ。これさ、単3電池と単4電池も欲しい。十分やん、これで。クイーンが安くなった、今度は。ペンドルドン。まだ全部安かった。なるほどね。え？
アボカドのやつじゃないね。あとそういうの好きだね、ほんと。8ドル。はい、行こう。しゃぶしゃぶ。奥口ってやるやつ。うん。ニューヨーク、プリバスリーフローズン。しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ肉。めっちゃ薄いよ。え、そんな薄くない。うん。そんな薄くないか。見てみ、ここ。粗くない？こっちは薄い。こっち薄いけど、こっちは厚いやん。ちょっとやっぱ、日本品質じゃない。いや、こっちは薄い、こっちは粗いやん。そういうもんなんだ。違うか、ここはだいぶ薄いやん。ここは頑張ったよ。35ドル。33ドル。いらんか、そんなに。牛丼食える。でも、こんだけ厚いと、あの食べ応えがある牛丼。嫌なやつ。宇和島屋でもちょっと分厚かった。同じやん、やっぱりしゃぶしゃぶだとか、やっぱあのぐらい肉の食べ応えがないと嫌なの。ここでハム見るの初めてだ。うん、買う？買ってみる。ああ。普通のハムかブレスト。これっち12ドルだけど、こっちいくらなの？12ドル。お、いいやん。買う？こっち？はい。割れてない？割れてない。オッケー。はい。ちょっと安くなってるやん。チーズピザは？まだあるね、ピザ1枚ある。そう、でもこれ安くなってる。ちょっと安くなってる。3枚入ってるの？3枚入ってる。安いよね。うん、安い。買っとく？買っとく、はい。食べるもん、ね、グルテンフリー。うん、なんでグルテンフリーなんやの？ああ、小麦粉じゃない。これや、ティラピア、一番安いやつ。どうしような、即買いサーモン2倍の値段だもんな。どうしてもな。ほんまや、そんなに違うの。なあ、まあティラピアだね。よいしょ。やっぱ美味しいんだよな、きっと即買いサーモンの方が。コス買っとく？もうなくなる。パパのヨーグルトあるよね。よいしょ。これギリシャヨーグルト。これね、 170g あたりプロテインがね 18g 入ってるから。これギリシャヨーグルトのいいところはね、プロテインがたっぷりだから。しかもこれアメリカは安い。このベイビーダルピクルス買うか。これ美味しいやつやん、これ。美味しいやつ。こんなん食べたらもうやらかくなっちゃうね。やらかくなっちゃう。こっち54個入ってるやつ。前これ買ったんじゃない？前これ買った。何が違うの？ちょっと大きいんだって、こっち袋が。辛いの入ってる。辛いの入ってる。母ちゃん辛いの食べれないんだよ。辛い系なのね。うん。まだやっぱ同じやつ。同じやつじゃない？同じやつ。うん。好きだよねこれ。じゃあオールイートパパのパン。はい、ハンバーグのパンはいらない。ハンバーグのパン、じゃあ今買い物行くんでしょ、どっか。だからそこで買う。キングハワイアン。あるね。あるけど。ちぎって食べるパンでしょ。安いけどね、めっちゃ入ってる。そう、量が多いからさ。あ、すぐさ、もう。悪くなるよね。だから余計なものが入ってないからすぐ悪くなっちゃう、カビ入っちゃう。Let's start over. Choose a tile that could make 22 and drag it to the mat. はい、22にするにはどのグループをやったらいいですか？やりすぎて。これ簡単だよ。簡単だね。1たす1は2でしょ。で、2たす2は2でしょ。1たす1は2だ。10の位と1の位にできるから2ってことだね。はい、OK。22っていうのはもう11でしか作れないからね。うん。そう。Choose a group. Let's start over. Choose a tile that could make 21 and drag it to the mat. 8?8じゃないね。8じゃない。Let's start over. Choose a tile that could make 21 and drag it to the mat. 6だと21にならない。7だね。なんでかっていうとね。119でしょ？あれ？7足す7は？7足す7、14。14足す7は？21。そう。で、掛け算をね、普通日本人はね、九九を覚えるんだけどね、そうするとね、3721っていうのがもうね、暗算でできちゃうの。覚えてる、ね、21ってできたらもう3721しかない。え ?7321 か3721しかない。これはね、多分明日の土曜日学校で教えてもらうから。もう21って見たらもう 3×7 か 7×3 しかもうないの。
え、もうサンのターン習ったよ。サンのターン習ったの？終わっちゃったよ、多分。だったらもう知ってるはずじゃん。サンのターンだよ。サンのターンと7のターンでしか21ないもん、区分の表で。すごいでしょ。だからもうそれ知ってたらもうさ、7しかないの、これ。いや、一番終わるのが2が8で、なんか言いやすい、言いやすいかなんかめっちゃ覚えやすいんだけど。覚えやすいでしょ。だからそういうのも変わらない。もうさ、21って見た瞬間にもうさ、3か7しかないからさ、ここ見たら7しかないじゃん。だから3？だから3が7個か、7が3つかしかないの、もう選択肢としては。だからもうこれでいいの。なんか分かった？そういう掛け算の考え方で。はい。18はじゃあ何でできますか？6、10、6、11、17になるよ。惜しい。何で17になるって言った？え、これが3個だった。7だよ、17だよ。え、6足す6はいくつ？6足す6？6足す6だから、12。12でしょ。じゃあ12足す6は？12足す6は、12足す6、12？ 2足す6は？あれ、待って、2足す6は？2足す6だよね。2足す6は、2足す6だよ。2足す6。はぁはぁはぁ、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 じゃあ12足す6は？12足す6は18。はい、18、はい、そこなんで50。はい、3つ、サブ6、18だ。サブ 6？ うん、3の段。え、違うよ。6の段、6の段、これ、6の段。え、サブ6じゃない？6、3、18だ。な、はい、6が3つで18になるし、3が6個で18になる。 Good work making groups of tiles. わ、コンプリートになった。パワーが変わった。カンカンもらえる。8が9になった。新しい、これ。あ、ゲームやる。ゲームやった。ゲームだと思う。あ、またこれか。何？バイキンが？またこれね。ちっちゃいやつなら食べれますよってこと。大きいのだと食べれませんよってこと。何これ？お、食べる、食べる。あ、食べられた、大きいバイキンに。やっぱりこれさ、なんか使いにくいかも。あ、そうだね。残念。これとこれ、これとこれがめっちゃ新しい。新しい？何？どういう？なんだこれ。スタート。簡単じゃん。簡単じゃん。簡単なの？どういうパターンですか？西郎ハートのやつでしょ。あ、そういうことなの？簡単やん。やってください。16だ。9。300円ゲット。ママ2個終わったよ。じゃあ待ってくれよ。エクセレント10。あれ、これ1個目だった。そこで1個目、1個目の星。あれ、さっきやったよね、違うやつ。ママ2個やったよ。また次ね。次ママね。じゃあ次ママ焼いてきて、リリちゃん一人で遊んでるか。あ、何？ご飯作るってこと？うん、かわいい。ハンバーガー。ハンバーガー担当。ハンバーガーじゃん。なるほどね、ホールフーツで肉買ってきたんだね。1ポンド 8.31 ドル。
あげたかもね。そうだね。
か。ネクトは。はい、お待ち。うん、そう。今日パンにバター塗ったでしょ。塗ったよ。パン見たの。どれあ、なんかこの匂いさ。うん、なんなん、嗅いだことあるの。なんか嗅いだことある。ハンバーガー屋さんの匂い。フレンチゴニアの匂い。どうぞ。確か。あ、だこれは多分なんか満点いけそうな気がする。じゃあ次こっちだけど、またそれ終わってからな。あー、ミニ、今日はレモネード飲む？やだ、レモネードもうやだ。もうじゃあ、パパのまた一個食べてみて。ちょっとこれ、これ何？アップサイダー。うん、これできました。完成。うまべくんす。絶対うまいやん、このバーガー。それうまい。うまそう。なんかめちゃめちゃ。もう食べてみ。ピクルスバーガーがうまかったら、うん、次もピクルスバーガーね。ピクルスバーガーチーズピクルスバーガー。うん、食べてみ。結構押すんだよね。マヨネーズが出るんだよね。そしたらうま。これ何、このカリカリ。チェルカバおいしい。どう、リンゴジュースめちゃくちゃおいしい。リンゴジュースおいしい。こうやってつかないように。何ここ。いただきます。チーズが出てる。あ、うまっ。ピクルスだって。うん、うん、まあ最初はチーズバーガーね。はい、チーズバーガー。まだピクルスが見えてない。うまっ。なんこれ。うん、うまっ。うまっ。ブレイジングオニオン増えてるよ。超えてないよ。だってポテトが違うから。あ、あんたはあのポテトが好きなのかな。あのポテトでこれだったら、超えた。超えた。スイートポテト。これだと。違う。普通の長細いポテトのこういう系だったら。うん、肉もカリカリうまい。そう。それがあのパンもカラカラ。最高これ。そうや、うまいでしょ。今日はさ、こう、なんていうの、なん椎茸とさ、玉ねぎが入ってるからさ。あ、入ってないの、うん、食べる。やめて、出ちゃうよ。これだけ食べる。ピクルスが出ちゃうよ。うん、ちゃんと食べれる。いや、これやる。これやる。あ、そっちはママが食べる。はい、食べれるやつ、ピクルスが。うまい。うまっ。ピクルスめっちゃ美味しい。ピクルス最高。うん、トリリオン。うまい。チータキが美味しい。チータキバターで炒めたからうまい。これケチャップかけた。何を？あ、あの下と上についてるパンに。うまっ。なにこのカリカリ。チーズが溶けたやつ。ママのやつはね、エクストラ。これチーズが上カリカリになってるの、こうベーコンみたいになってるじゃん。これチーズが上にやばいよ。ほんとだ。うん、めっちゃ上手だ。ビヨンってなってる。食べてみる、カリカリ。おいしいでしょ。どう、おいしい。やだ。うまい。めっちゃ美味しい。ポテト以外うまい。これずれてるじゃん、思ったら。そうだよ、気をつけないと。だから
あのブレイジングオニオンのバーガーは必ずしたいけどさ、あのあれね、はい、刺してあったでしょ、うん、それでさ、ならないようにしてるでしょ、ずれないようにしてる。じゃあまだブレイジングオニオンを超えてない、はい、あやめてね、これ食べ物だよ、遊ばないよ。ちりちこってやっと、もうちょっとピクルスほしい。いいよ、うまいから、めっちゃうまいバーガー、おいしい。もうピクルスと小大盛り、もう一個だ、エクストラピクルス、エクストラピクルス、うん、うん、子供でピクルス好きっていう人そんなにいないよね。めっちゃくやろ、めっちゃくやろ。あれどこ、どんきコーラだっけ、はい、あれコーラだった。うまなんかピクルスさ、うん、なんか食べるとさ、うん、喉になんかちょっとさ、変に食べるとさ、なんか喉になんかちょっと変にくる、うん、なんかなんで？ピクルスは酢に使ってるの。酢？酸っぱいでしょ。だから。それもしかしたら変な感じになるかもしれない。それで？うん。なんか喉が変だって変だよね、さっき。はあちゃんさ、小学校2年生でピクルス食べれんだね。ママ食べれんかったかもよ。それより食べてなかったね。そう、食べる機会なかったかも。アメリカはハンバーガー。ハンバーガーだよね。いいね、母ちゃん、ハンバーガーを注文できるようになるといいね、これからね。無理。まだできない。でも半年後はできるよ。頑張ってね。うん。